ジェンティルドンナは日本の競争馬である。主な勝ち倉は2012年の大歌賞、優秀品馬、秋華賞、ジャパンカップ、ドバイシーマクラシック、有馬記念。史上4頭目の品馬三冠馬である。ジャパンカップにおいては3歳馬、品馬三冠馬としての優勝、電馬は本馬が史上初である。馬名はイタリア語で、貴婦人の意味から。 2016年9月12日、史上32頭目の検証場に選定された。2009年2月20日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生。父、ディープインパクトにとっては2世代目の参考にあたる。母、ドナブリーには、現役時代に AG1 チェバリーパークステークス、AG2 チェリーヒントンステークスを優勝し、3歳で、 競争生活を終えると2006年のタタソールズディセンバーセールにおいて当時のレートで日本円にして約1億2000万円でノーザンファームに購入され日本で輸入された日本でのファーストクロップが全姉のドナウブルーでありジェンキルドンナは2番目の産区であった2歳の秋ドナウブルーと同じリットトレーニングセンターの石坂ただ支給者に入級 デビュー前の調教で優れた動きを見せていたため、石坂はいつでも勝てると思っていたという。入球から1ヶ月後、11月に、京都競馬場の芝千6 0 0メートルの新馬戦で、ミルコデムーロ安城でデビュー。一番人気に支持されたが、この日は不良馬場の中で行われ、後方から差を詰めるだけの競馬になってしまい前を、捉えきれずに着に破れる。 二戦目の阪神競馬場の芝1600メートルの未勝利戦で、ヨリッツメンディザバル安城で後続に三馬新反差を、付け初勝利を挙げた。三歳となっての初戦には、新山記念が選ばれた。未勝利戦に勝ったばかりの貧馬を、あえて混合戦の重賞に出走させたのは、三歳の早い時期は、貧馬の方が成長は早く、オスメスの力の差が小さいこと。 クラシックの出走権を確実にするには、オープン特別だと勝たなければいけないが重賞なら2着でも賞金を加算できること、ジェンティルドンナは、ボバが相手でも勝負になる馬であるという石坂の計算があった。このレースでは、クリストフルメールを安城に出走し、統計兵イに次ぐ2番人気に支持された。道中でかかる場面があったが直線で抜け出すと、 後続の追撃を封じ2着場に一馬身一、四差をつけ、優勝、貧馬ながら、ボバ相手に、重賞初制覇を達成した。新山記念での貧馬の優勝は、不再地アデール以来13年ぶりであった。自走のチューリップ賞から岩田光生が、主戦記場を担当。2歳女王のジョワドビーブルに次ぐ2番人気に支持されたが、レースは2週間前の発熱の影響で体調が、 万全でなく、中段につけるも、直線で伸びきれず離ずゴールの4着に敗れ、大賀賞の優先出走権獲得はならなかった。4月8日のクラシック1戦目、大賀賞では前走に続いて、ジョワドビーブルに次ぐ2番人気に押される。序盤は中段の後ろのポジションをキープし、直線では真ん中から抜け出して1着でゴールし、クラシック1冠目を獲得した。 クラシック2000目の優秀品馬では岩田が、非常停止処分を受けていたため、川田賞宮火に乗り換わりとなった。当日は、母のドナブリーニが、現役時代短距離を中心に活躍していた馬である、こと、加えて、ジェンキルドンナの双方がいくらか首が高い双方だった、ことで2400メートルという距離への不安が懸念され、大賀賞馬でありながら3番人気に留まっていた。しかし、 レースでは、前半1000メートルが59秒1という早い流れの中で、川田が後方待機策を選択。第4コーナーでは、後方から4番手という位置から一気に仕掛け、3回、上がり34秒2という鋭い足で追い込み、先頭に立つと2着、ビルシーナに小馬審査をつけ、従来のレースレコードを1.7秒更新する2分23秒6のタイムで2冠目を獲得した。 夏の休養を挟んで秋初戦となったローズステークスは同じく秋初戦のビルシーナを寄せ付けずに干渉した。第17回集荷賞では1.3倍の圧倒的な一番人気に支持される。回収馬の途中にスタンドからの歓声に驚いて落馬するアクシデントがあったもののレースではスタートから中断で折り合う。レース中盤以降は 交渉面からチェリー・メドゥーサが最高峰から一気に進出して先頭に立ち後続との差を広げ、後続も3コーナーから追撃を開始して、ペースがアップする展開となる中で、つぶさを見せて、追走に手こずった。最後の直線では、ビルシーナとの叩き合い、一度は気を抜いたところを交わされた、ものの最後は、7センチの攻防とも呼ばれる接戦を制して勝利し、 史上4頭目のヒン馬3冠を達成した。なお、父、ディープインパクトも3冠馬であり、日本競馬史上初となる親子3冠を達成した。3冠達成後は、第32回ジャパンカップに出走。この競争には、前年のボバ3冠馬であるオルフェーブルも出走を表明しており、ジャパンカップでは28年ぶりに例目の3冠馬、同士の対決となった。 その他にも、同年のクイーン・エリザベス2世カップに優勝した、ルーラーシップや天皇賞で、オルフェイブルらを一周した、ビートブラック、天皇賞で、東京優勝以来となる勝利を挙げたエーシ進フラッシュ、などが参戦。外国馬を含めて、GI 優勝馬が9頭、出走馬17頭すべてが、重賞優勝馬という豪華な顔ぶれとなった。オルフェイブル、ルーラーシップに続く3番人気で迎えたレースでは、 ビートブラックが後続を引きつけて逃げる展開を3番手で追走。第4コーナーでやや位置を下げ、下がってきたビートブラックと進出してきたオルフェーブルに挟まれて一時進路を失ったものの、オルフェーブルを弾き飛ばすようにして、進路をこじ開け、そこからゴールまで叩き合った末に花さで優勝した。なお、父、ディープインパクトも2006年のジャパンカップを制しており、 シンボリルドルフ島海底をスペシャルウィークブエナビスタに次ぐ史上3組目の親子制覇となった。日本の頻馬三冠馬として初となるボバ混合 GI 制覇を果たした。また、3歳頻馬の優勝はジャパンカップ史上初である。そしてこの勝利でこれまでブエナビスタが持っていた121ポンドを超える日本調教の頻馬で 歴代最高となる122ポンドのレーティングを与えられた。これは、当年の3歳ヒン馬としては、世界1位、ヒン馬アローワンス4ポンドを考慮すれば、ボバを含めた3歳の世界1位となる高い評価であった。しかし、最後の直線でジェンティルドンナが、オルフェーブルに接触したことについて、オルフェーブル陣営からは不満の声が、相次ぎ、安城の池添健一は馬体をぶつけられたことに、 ついては、あの判定はどうかと思います。ちょっと納得がいかないと、悔しさを表した。また、管理調教師の池江康子と武器も、3回は、ぶつけられている。1回はバランスを崩して宙に浮いた。あれだけ弾き飛ばされたら、どんな馬でも失速するとコメントしている。一方で、石坂は、私としては審議は大丈夫だなと思っていましたと、コメントし、清算した。 ノーザンファーム代表の吉田勝美は、これが失格になったら、競馬にならないと今回の裁定を支持するコメントを残している。ただし、安城の岩田は、最後の直線での進路の取り方について2012年12月1日からの2日間の非常停止処分を受けた。陣営では、元より秋は参戦のみと決めていたため、この年の有馬記念は、 はじめから出走しないことを明言した一方、翌年からは海外のレースを目標にすることも明かした。当年は、牝馬3冠を含む GI4 勝、7戦六6の高成績を収め、JRA 少年度代表馬及び最優秀3歳牝馬に選出された。陣営は、この年の初戦にドバイシーマクラシックに直行し、その後宝塚記念、外旋門賞に向かうプランを発表した。 ドバイシー・マクラシックでは、前年のジャパンカップで、外線門章2着馬のオルフェーブルを破っていたことから、海外での評判も高く、ブックメーカーでは一番人気に支持された。現地時間3月30日に行われたレースでは、休み明けで会ったこともあって、力みが目立ち、一旦は、外からセント・ニコラスは B に馬体を合わせにかかるも、最後は2馬身1、4の喫茶をつけられ2着に破れた。 帰国後は宝塚記念に直行。前年度の二冠馬、ゴールドシップや同年の天皇賞の優勝馬フェノーメノを抑え一番人気に押されたが、道中ゴールドシップにマークされる形となり、最後はゴールドシップに抜け出され、ダノンバラードも捉えることができず三着に敗れた。国内での敗戦は2012年の中ップ賞以来1年3ヶ月ぶりとなった。 この敗戦を受けて、外戦門賞挑戦は白紙となり、秋は国内戦に専念することとなった。秋はステップレースを使わずに天皇賞に出走。宝塚記念に出走したゴールドシップやフェノーメノが不在ということもあり、休み明けながら一番人気に支持された。しかしレースでは、コースタートが逆に災いし、統計平牢が作り出した1000メートル通過58秒。 4のハイペースをかかり気味に2番手で追走する形となり、直線で行ったのは先頭に立つも、後方待機していたジャスタウェイに刺され、そのまま4馬身離された2着に敗れた。ジャパンカップでは、石坂氏とオーナーサイドの話し合いの結果ライアン・ムーアが手綱を取ることとなり、主戦の岩田はビルシーナへの帰場となった。宝塚記念で先着を許したゴールドシップも出走しており、 前走の結果で折り合い面が、不安視されたが一番人気の指示を受けた。そして迎えたレースでは前走とは打って変わって衛心フラッシュが作り出す1000メートル通過62秒4の超スローペースを折り合いをつけて4、5番手のうちに位置し直線で早めに先頭に立ちデニムルビーの追撃を花さで振り切り連覇を果たした。 ジャパンカップの連覇はボバを含めてもこれまで一等もおらず、本馬が史上初の快挙となった。この年はジャパンカップの一生のみに終わったが、ドバイシーマクラシックや天皇賞での構想も評価され、JRA 賞最優秀4歳以上頻馬に選出された。前年に続き、ドバイシーマクラシックへの挑戦を表明。ドバイへ直行した前年と異なり、安定に 福永祐一を迎え、叩き台として、京都記念に出走。レースでは、圧倒的一番人気に支持され、好意で競馬を進めるも、直線で伸びをかきデスペラードの6着に敗戦。デビュー以来初めて掲示板を外す結果となった。ドバイシーマクラシックでは安城に再び、ライアンムーアを迎えて出走。コースタートを切るもの,の最初のコーナーを曲がったところで、逸脱場に当てられる。 しかし影響はほとんどなく、その後も中断でレースを進める。最後の直線ではシリュス・デゼーグルに内側へと押し込まれて、進路をなくしてしまう不利を受けるが、安城のライアング・ウーワがジェンティルドンナを一旦後ろに下げて外に持ち出すと、そこからシリュス・デゼーグルを差し切り一馬進反差をつけて優勝した。帰国後は、 優秀品馬以来2年ぶりの川田とのコンビで宝塚記念に出走。道中は中段でゴールドシップを見る形でレースを進めたが直線で伸びることができずバグに沈み生涯最低着順の急着に敗れた。レース後川田はゲートを上手に出て道中はリズムよく走っていた。折り合いもついていました。前に壁を作ってくれとの指示だったので交渉面で ゴールドシップに目標を切り替えたけど、3コーナーで手応えが怪しくなった。ゴール前はバタバタで止まりそうになった。無事でいてくれればいいですが、とコメントした。その後休養に入り、陣営は天皇賞を秋初戦に迎え、ジャパンカップを最終目標にすることと、同年限りで引退することを発表した。このうち天皇賞は、戸崎慶太を安城に迎えることを発表した。 そして迎えた天皇賞では前奏大敗に加えて休養分けであったがイスラボニータに次ぐ2番人気に支持された。レースでは道中先行し直線でイスラボニータを競り落としたがゴール前でスピルバーグに差し切られ2着に敗れた。自走ジャパンーではライアンムーアを安定に迎え1番人気に支持され先段につけたが抜け出したエピファネーアを捉えることができずさらに ジャスタウェイト・スピルバーグにも交わされて先頭から5場審査の4着。ジャパンカップ3連覇はならなかった。ムーアキシュの談話によれば、前日の雨で渋ったババにより、レースが切れ味勝負ではなくスタミナ勝負となったことが、敗戦の原因として挙げられる。陣営は、ジャパンカップを最後に引退する、可能性も示唆していたが、この敗戦が不完全燃焼であったことから、 有馬記念で引退することを発表した。また、有馬記念と同日に、中山競馬場で引退式を行うことも発表された。引退レースとなった第59回、有馬記念のファン投票では、ゴールドシップに次ぎ、第2位となる55,699票を集めた。引退レースとなった有馬記念では、前走記場のライアンムーアは、JRA の短期免許が、 有馬記念の前週で切れていたため、戸崎慶太が起乗することになった。この年は、枠順は指名された馬の陣営が選択する方式が採用され、抽選会では最初に指名され、石坂は4番を選択した。前走敗戦に加えて中山未経験などの不安要素もあり、4番人気と評価を落とした。レースでは、コースターとから道中3番手を追走し、 直線で前の馬を捉えて抜け出し、トゥザワールドラを抑えて優勝。ラストランを制し、優秀の美を飾った。頻馬の有馬記念制覇は2008年のダイワスカーレット以来6年ぶり史上5頭目で、中山未出走馬が有馬記念を制したのは1997年のシルク・ジャスティス以来17年ぶりであった。芝 GI7 勝は父、ディープ・インパクトらに並び史上最多体。 品馬ではウオッカに続く快挙となり、この勝利で、グレード制導入後品馬では、史上初めて、東京、中山、京都、阪神の中央競馬の主要4馬すべてでの GI 勝利を達成した。さらに有馬記念優勝によって、総獲得賞金は17億2 6 3万400円となり、歴代1位のテームオペラ王に次ぐ、歴代2位の獲得賞金額となった。 全レース終了後、予定通り引退式が行われた。引退式では、ドバイシーマクラシック優勝時の馬着を着用した。現役最終年となったこの年は、ドバイシーマクラシック、有馬記念で優勝し、JRA 少年度代表馬及び最優秀4歳、以上牝馬に選出された。年度代表馬の受賞は2年ぶり2度目である。 初後のマーナーネラ競争馬としての現役生活を終えた後、2015年1月に行われた JRA 賞受賞式の場で、初年度の後輩相手がキングカメハメハとなることが発表された。ノーザンファーム代表の吉田勝美は、初年度にはすでに守護馬として実績があるキングカメハメハとの配合で、ファミリーを広げるためにも、牝馬を生ませたいと述べた。ハービンジャーも候補だったが、 その組み合わせでは父母とも長距離を得意とする配合になるため避けたいとしている。2016年2月15日、初子となる貧馬を出産した。ありがとうございます。